おはようございます。どうも、やめとけでおなじみあわちゃんです。おはようございます。というわけでですね、はい、こんなねセミが鳴いてる、はい、声消されちゃう中撮影しましょう。はい、お願いします、はい、で今回あのダルビッシュのモノマネができるってことで、はい、僕一応ダルビッシュのモノマネではなくあの人のスライダーを参考にして投げて、それがね鬼スライダー、鬼スライダーって言うんですよ、はいはい、で俺を今回教えさせてもらって、はい、まあ、あのダルビッシュのフォームなので、はい、このモノマネで鬼スライダーを投げてもらうっていう、いいですね、企画。ちなみにスライダー投げれます？投げれません。マジっすか？あの投げようとしたらカットボールみたいになるんですよ。なるほど。結果量がないんですよ。なるほど。握りとかね、そういうところをまず見てもらって、ていうか見させてもらって、はい、アドバイスをして、はい、それで投げてもらいます。はい、はい、わかりました。いいですか、はい、めちゃめちゃ曲がるから気をつけてください。気をつけて。マジで。曲がりすぎ禁止の。そう、2、3回曲がるからね。ガンガンガンと。おー、これ楽しみですね。はい。それでは行きましょう。ゴッ！じゃあまず、どういう握りをしてるか、ちょっとカメラに向かってこう、こうですっていうふうに言っていいですか。僕、最後にスライダー投げたの高校時代、投げようとしたのが高校時代なんでもう今はもうカットボールなんですよね。割ともうこの辺握ってこんな感じですね。人差し指で切るイメージなんかな。なるほどね。あー、なるほど。人差し指で切るイメージ、はい、あー、じゃあいけるいけるいける、いきますいきます。で、投げてます。なるほど。ちょっとそれで見ていたら、はい、ちょっと当ててもらって。了解です。はい、いきます。ちょっと見える。ちょっと。ああ、なるほど。いや、いや、微妙です。一応先を落としてます。今変化量 0.3 ぐらい。いや、0.3 以下。0.3 以下っす。0.3 以下、今の。これやばいな、これ。いや、でも投げれるんですかね。余裕っすよ。余裕っすか。余裕余裕。まず、いきますよ。ちなみに、この握りは、はい、向こう図女子にも教えて、はい、みんな曲がってます。マジっすか。向こう図女子でさえ曲がる。おう。そして、野球女子みんな曲がる。はい。あの、女子プロの子たちも教えてってことで教えて、はい、めっちゃ曲がってた。へぇ、いや、すごいっすね、今日。なのに、やめとけやめとけ系の、あおちゃんが曲がらないわけない。そう、曲がらなかったら逆にやばいと思う。逆にやばいっすね。プレッシャー出てきますよ。あ、はい、やばい。じゃあ行きますよ。まずね、握り。じゃあこっちの方にいてもらって。はい。まず、こうなってますよね。ここの位置に、人差し指の外側を、この縫い目の内側にかけます。はい。真上じゃないです。ほうほう。内側なんですね。内側。こう引っ張った時に、かかるところ。はい。かけます。じゃあそのまま、もうあの、何もすることなく、普通にこうやって持つ。素直に。素直に持つ。はい。こうじゃないんですよね。そのまま、そのまま本当にこう。親指真下とかじゃない。はいはい。素直に素直に、こう、ドアノブを握る感じ。はいはいはい。これでいきます。くっつけます。はい。つけます。親指も、あ、薬指も、はい、こんな感じ。はい。これで投げます。これで、イメージは、こう。こう。そう。ここで押し込む。はい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 。出ます。うわー、やったことない感覚かもしれないです。ドアノブを回すときって、はい、こう回すんですよね。こうだよね。はい。こう回すんよね。そうです。そしてこうだよね。そうです。この方が可動域がある。はい。この状態で回すこと。この状態で回すこと。確かに。これでいく。なるほど。これでめちゃめちゃ野球打ち曲がってますよ。おー。大丈夫ですか？ちなみにユーポン曲がってます。一人も曲がらなかったことはないですね。上投げの人は、ちょっと俺はまあスリックなんで、曲がり幅大きいですけど、上投げの人は逆に、縦スラが。おー。すごい。これで投げれなかったらマジでちょっと、引退もして。本当ね、今まで教えた中の、ほんと数パーセントで曲がらないっていう感じだったんで、僕もちょっと悲しいですし、はい、ちょっとお願いします。はい、覚えたかな？外側ね、外側。そう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 。もうちょいグーッと引っ張って。そうそう。ああ。なるべく横だね。パーして、そのままもう逃げる感じ。そう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 。そう、うん、そう。こんな感じで。そう。スリーブから下をこう、近いと下に下げる。下にこうやって。下にこうやって。こうする。あ、なるほど。うわ、緊張するなぁ。おいじゃん。あ、回転は。おお。いいんじゃないですか。ああ。
なるほど。一回ちょっと握りは確認しないと。おお。いけるかも。じゃあ、ジーンと空間に、指をしっかりこう、切る。切るよ。腕は少し弱め。はい。いける？はい。腕は弱めだけど、しっかり指は切る。はい。で、こっちに、こっちに。はい。絶対抜けない。はい。おぉ、やばい。おぉ。回ったね、今。今、来ましたね。回ったね、今。来ましたよ。よっしゃ、よっしゃ。はい。おぉ、いや、最初より全然いきましたね。いきました、いきました。すごい。おぉ、いいじゃん。おぉ、いいぞ、これは。練習したいけど。前で、前で、前で、前で。おぉ、だいぶ来ましたね。おお、ちょっと楽しいぞこれは。あー、もう抜ける。おお、いい感じです。おお、スライダーいけますよこれ。翔平さんのスライダーすごいっす。いい感じですね。よっしゃ、これ練習したら全然いけますね。おー、もう一人ゼロフリー抜くと、はい、あー、これって今の右で中指で持ってる。中指、あー、こっちでやる感じで、はい、今の同じ、はい、はい、あー、すげー。あー、でもいい。あ、ちょっといい。結構カーブも自分中指で人差し指立てて投げるんで割とやりやすいです。おお、おお、はい、というわけで今やってきましたけど、はい、どうですか。いや、最初変化量 0.3 が今3ぐらいにはなってきたんじゃないですか。なった。いや、よかったよかった。いや、この一瞬ですよ。この一瞬でここまで曲がるっていうのはやっぱりさすが、やっぱ体現できてるのはすごいと思う。はい、よし。まあ野球女子もね、はい、すごい曲がってますけどね。あわちゃんもちょっと、まあ、抜けるところがこう目立ってたんで、はい、抜けをなくす練習を、はい、あの、まあ、スライダーとシュート系、はい、まっすぐばっかなきゃ、やっぱね、体がもうこうなっちゃうんですよ。はい、なんでスライダーの方もこっち系のカーブ系も同じぐらい投げてもらって、はい、もう体のバランスをこう、ね、こっち側とさ両方抜く側とこう両方とも均等にした方がいいと思うんで、はいはいはい、スライダーは苦手な人って結構シュート系とかが得意な人が多いんですよ。なのでアーシャもちょっとそっち派なのかな。まっすぐって押し、そう、
かなと思ったんで、うん、スライダーの方の体の使い方もちょっとこう慣れさせて、はい、慣れてきたと同時に、まあ、こっち側もシュート系も、はいはい、まあ、両方やさせてバランスよくした方がいいと思いました。あ、はい、見た感じですけどね。なんででもまあ何球か良かった、はい、あの多分5、6球に1球ぐらいはそう、はい、いい球いってたんで、あとは、まあ、変化量はまあいいとして、視線でどうできるかっていう、まあ、そのコントロールの、はい、精度ですね。精度ですね。精度、はい、あとは、まあ、そのこっちのフォームでどれぐらい投げれるか、はい、それとステップ投げれるかっていう、いろいろとそれもまあ試してもらって、はい、もう結構これ本当に試合で使えると思うんで、もし投げる機会があるんだったら、はい、どんどん練習を仕事からしてもらって。わかりました、やってください。はい、はい、どうですか、あの握りは初めてですか。いや、もう全く初めてでした。マジですか。はい、あのドアノブを握るかのように、あれが全く、やっぱ親指やっぱ下に持ってきたんですよ。まあしがちですよね。だからあの横につけるような感じは新感覚。おお、最初は戸惑いましたね。本当ですか。もうね、みんなそうなんですよ。みんな大体こっちなんで、まあこっちもいいけど、まあ引き出しの一つとして、はい、まあ、こっち側も覚えてもらって、まあ試合でこう使い分けてもらって、でこれでもしっかり切って腕振るパターンもあるし、しっかり切るけど腕は少し弱めるっていう、その弱める段階も、まあ、1からまあ5ぐらいまでこうあると思うんで、それだけであのすごいこう変化が変わってくるんで、はい、非常にいい変化球だと思うんで、もしよかったら使ってください。はい、はい、ダルビッシュ選手のモノマネをしてる、アワちゃんに、はい、僕の翔平 TV のトニスライダー、元はあのダルビッシュスライダーなんですけど、ね、これを、レクチャーさせてもらって投げれるのかっていうところをやってきました。本当によければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。TikTok 見てね。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。